皆さんこんばんは。星野テレビの星野剛で、ございます。今日もまた楽しんでもらいたいというふうに思ってます。ちゃんとまず自己紹介しろというふうにスタッフから注意を受けてました。今は自民党の神奈川県12区の選挙区支部長を務めております。どうぞまたよろしくお願いします。皆さんこんばんは。星野テレビアシスタントの北岡真央です。本日12月22日冬至です。皆さんゆず湯に入りましたでしょうか。ゆず湯に入ってあったかい体でまた今週も星野テレビお楽しみください。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして皆さんに楽しんでいただく1時間です。今週は年末の最後の特番でゲストが2名いらっしゃっています。はじめのお客様は工和テック株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます小栗雄二さんにお越しくださいました。小栗さんこんばんは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。工和テック株式会社さんなんですが、本社が千代田区にありまして、なんとその工場湘南事業所が寒川にある会社なんですけれども、ざっくりとどんな会社なんでしょうか。どうもコアテクの小栗です。はい、今日本当お招きいただきましてありがとうございます。私ども、あんまり一般的に知られてないようなですね、特殊な車を作っている会社なんです。特殊な車、はい。皆さんの働く車ってよくご存知じゃないかな。小さい男の子は食いつきますよね。働く車みたいな歌がありますからね。要はああいうものなんですけども、ああいうものの中でも特にもうちょっと特殊なものから、ああいう一般的なもの、私も消防車関係なんかもやってます。ですから、なんていうんですかね、大量生産しない、本当に一台一台オーダーみたいな形の車をメインに作ってる会社なんです。オーダー で一般のお客様がこんな車作ってほしいんだよっていう希望には応えてくださるんですか。もちろんそれが一番のメインですので、もう全くゼロの段階から設計をしていくような、設計をしてそして一つずつ作り上げて完成車までやるっていうのが我々の仕事なんですけど、例えばカフェをやりたい、はい、私は外でオープンカフェをやりたいの、はい、そういった希望も答えてくださるんですか。実際あります。そういうのが何でも作ってますし、そういうなんていうんですかね、お店食品販売する車ですとか、実際にそういうところで商売をされるっていうような車も作ってます。今までやっぱりこう女性目線から見ると可愛い車ってすごく食いつくんですけれども、どんな車を作ってこられたんですか。可愛い車っていうのはなかなか、デザイン的なものは限られてきますんでね、あともう一つ我々はトラックを結構ベースに作るんですよ。ですからちょっと乗用車と違って大きいんですね。ですからちょっと女性にはあまりあとそれから一般的にこう目に触れないような車も結構作って、例えば警察関係の車ですとか、そういうようなものも作ってますんで、じゃあちょっとここでは言えないような車も、そうですね、あまり公にできないようなものもあるんですけども、本当に逆にそういった我々が作った車があまり世に出ない方が本当はいいような時も、災害用のいろんな車なんかも作ってますんで、災害用というのはこう助けたり、そうですね、当然例えば最近洪水ですとか、いろんな自然災害もあるんですけども、例えばですね、電源を供給するような車、電源車っていうんですけども、例えば停電になりますよね、こういうとこ、病院も停電になってしまったりとかした時に、それは各電力会社さんが持ってますし、今回の九州でも随分そういったのヘリコプターでなんか持ってったのをご覧になってなかったですかね。山奥にそういう電源の発電機を持ってる車なんですね。そういうものが実は配備されてまして、何かあった時には必ずそういう車が出てってるんですね。ヘリコプターですか。ヘリコプターで持っていくのは九州だけで、今のところ九州でしかまだ配備されてないんですけど、こっち側はまだそのヘリコプターはないんですけども、基本的には何かあった時には全いろんなものが、例えば
携帯電話なんかもそうなんですけど、ね、うん、携帯電話の中継車っていうのもありまして、ね、うん、例えばそういう車も災害時には出ていくんですよ、ね、うん、携帯電話の中継車、要するに携帯電話の中継局が例えばやられちゃったりとか、電波がその障害が出たりすることもありますよね、そういった時のためにあのやっぱり各あの携帯電話社さんがお持ちのそういう緊急の時に出動するっていう車を実はかっこいいですね、持ってるんですね、うん、そういうような車ってあまり一般的には知られてない、ね、そうですね、うん、まあいろいろそういうのはあるんですね、うん、で私ホームページを見ましてですね、わ、この車すごいと思ったのが水陸両用車、はいはい、もう世に出てるんですか。そうですね、まあ、水陸両用車自体はもう実はあの、うん、大昔から例えばアメリカ軍が、うん、大昔にもう常に持って戦争にも使われたりとかありますよね、映画にノルマンディーとか、うん、ああいう車はもう昔からあるんですね。それでただ作ってるのがアメリカとオーストラリアが一番有名で、日本では作ってなかったんですよ、うん、で私と国内初で、私どもが2年前にですね、うん、これは東海大学の海洋学部っていうところがありまして、うん、そこの先生と一緒に産学で、まあ、共同って言いますか、開発してです、ね、まあ、たまたま開発したっていうのもユーザーさんがいらっしゃったんで、うんうん、まあそのぜひもうできたらすぐにでも買うよっていうユーザーがいらっしゃったんでね、うん、そのユーザーはどちらの方なんですか。まあこれ大阪を拠点にされてる方なんですけども、うん、水陸にすごい命をかけてる男っていう、気になる。そういう寿司さんという方がいらっしゃいます。水陸に命をかけて、本当に日本の何ですかね、そういう水陸療養者を普及させる、うん、まあきっかけになったっていうか、まだその方しか、まあ、実際にはやってないんですけども、もうでも走ってますよね。実際だから運行してます。してますよね。はい、この前テレビの特番でちょっと見て、はい、って言って。僕は2日後に小栗社長に会ったそうだったんですか。実はその車うちが作ってるんですって言って、寒川で、うん、って、こういう会社があってそれで出てくださいって、その前に僕見てたのテレビで、ね、ユニシー川かな。あ、そうですね、ユニシー川で、その水陸を両用で走れるメリットっていうのは、水で作業をして、うん、そのまま上がれる。いや、まあ観光なんですね。観光ですね。ですから道路を走ってる車がいきなり水の中にジャボンと入るんですね、うんうん、その感覚がないじゃないですか、普通。ないですね。で浮くんですよね。もちろん浮くんですよ。浮かったかったら沈んだら耐えるので、じゃあ川に入ったったらもう船になるんですか。まあ要は船になるんです、船になって船で遊覧して観光してまた陸に上がってくるんですね。すごい。だからそういう写真、あ、せっかくお持ちいただいて、写真、パネルをちょっと、はい、写真があるんですよ、ちゃんと僕がお持ちしましょう。はい、いいですよ。はい、寄れます。あ、本当だ。こういう感じでバシャッと入ってるところ。そうですね、これが、うん、そうそうそう、ここから入って、こんな感じで入って、そのまま浮いて、湖とか川を遊覧して、またその上がってくる。そうです。じゃ、水に入ったらもうタイヤは閉まっちゃうんですね。いや、タイヤは閉まわない。閉まわない。そのまんまで。いや、本当は閉まえたらいいんですけどね。まだそこまでの気候はちょっとつけてないんですね。これでもすごいですよね。で、今日本で作ってるのは、私どもだけですよね。いや、ぜひ乗ってくださいっていうか、乗りたいですね。乗りたい。でもこれでないですよね、神奈川県では今のところないんで、これぜひ本当はね、はい、相模川があるんで、そうぜひ運行したら面白いんじゃないかな。そうですね、わかりました。努力します。あたりからこうね、出発してすいません、いいですか。はい、その他にどんな車を作ってらっしゃるんですか、これまで。まあ企業秘密も多いんで。いやいや、まあまあまあ、でも、まあ今日は大丈夫ですから、どんどん言ってもらって。まあどんな、まあいろんな本当に特殊な車、数結構種類もありましてね、まあ上げてったらキリがないんですけど、まあまあ皆さんがよく見るのは、例えばマンモグラフィーの婦人検診車みたいなね、ああいうのもあるとか、あと胸部のレントゲン車ですよね。はい、医療関係、医療関係ですね。災害用のが多いって言ってます。うん、やっぱり特殊車両車、災害用っていうのも国のやっぱり仕事がやっぱり多いんで、
例えばその消防関係とかね、警察でもそうなんですけども、その例えば消防関係であれば、その、まあ、災害っても事故も含まれますけども、はいはい、例えばどなたかこう閉じ込められちゃったと事故で、うん、それとその、まあ、いろんなそういうカッターだとかウィンチとかなんかいろんなものを積んでですね、出動するようなそういう車もありまして、まあ、ほとんど一般の方に目に触れない、まあ、消防車ってもう火消すだけってイメージなんですけどね、赤い車は。でも実はそういうレスキューだとか、そういうハイパーレスキューなんかは、ハイパーレスキューもそうですね。そうですよね、持ってってますよね、そういう車両というかね。そうです、もうほとんどだから車両にも備え付けられてるものですから、うん、まあそんなあれはオーダーが来るんですか、消防のハイパーレスキューの方からこういう車にしてくれる、まああれは、うん、あの国の場合はほとんどもう入札ですからね、うん、まあそういう入札案件があった時に、まあいろいろこう、まあ、そういう仕事が取れた時にやらせていただくって形になる、ね、うん、あそうですか。そもそも小栗さんはどうしてこの会社をやろうと思うの、まあ、そうなんですね、もともとね、まあ、これ DNA っていうか、日本で最初にこういう特殊車両車の会社、うちの祖父がですね、うん、じいさんが何年前ですかね、うん、もう60年か70年ぐらい前に日本で初めて作ったんですよ、うん、で、まあ、その会社自体は今はもうないんですけども、うん、そういう最初にやっぱりいろいろ特殊な車を作り始めて、例えばソニーの前身だった会社だとかですね、うん、そういったところと一緒にそういう放送宣伝車みたいなのを作ったりとか、それこそレントゲン車っていうのも多分その東進自動車っていう会社だったんですけども、うん、そこが一番最初に作ったんですよね、あとそういうトラックの昔はボンネットがあったんですけど、例えばボンネットがない車を作ったりとか、まあ、そういうような会社を作ってやってたもんですから、まあ、それは母方の方なんで、まあ、父方の方じゃないんですけども、まあ、そういうなんか DNA っていうか、うん、多分そういうようなのが入ってたんじゃないかなと思うんですけど。じゃあ最初はこう大学卒業されて普通に会社員としてお勤めだったんですか。どっちかっていうとですね、やっぱり、まあ、政治とか経済とか、まあ、あと経営とかに興味があったんで、最初日本能力協会っていう会社に就職させていただいて、まあ、そこはいろいろと経営指導とかコンサルタントとか、ね、まあ、教育とか、はい、まあ、そんなことやって、まあ、手帳は有名ですけど、ね、手帳有名ですね、能力手帳、手帳、手帳王子今日来てないから前手帳王子そういう会社にちょっと最初入ってですね、はい、まあ、いろいろと経営の勉強というかな、うん、今いろいろと勉強させていただいて、でその後、まあ、それこそちょっとまあ、政治と経済にちょっと興味があったもんですからね、うん、そういう関係 の、うん、やっぱりシンクタンク5年ぐらいいたんですかね、うん、でその後、まあ、いろいろあって、まあ、今の仕事にたどり着いたような形なんですけど、まあ、ものづくりっていうのはものすごいやっぱり、まあ、その時はやってた時思ったんですけど、やっぱり日本はサービス業が今主流になってますけども、うん、まあ、やっぱりものづくりってすごい大事だなと思いまして、うん、特にその基本ですよ ね、 うん、その時代いろいろやらさせていただいたのはやっぱ科学技術だとか、うん、まあ、こういったものも僕は理系なんですけど、うんうん、文系に見えるけど、ああそうですね、ああ、まあ、そうよくやりました外見ですか、いやいやいや、本当に昔からいやいやそういうふうに言われてました、一応大学に行ったんですけど文系の、本当にね、そういう科学技術のなんていうんですかね、やっぱり日本はもう何もないわけですから、うん、ものづくりっていうのはやっぱり主体にある程度はやっていかないと、うん、もうこのままだと本当に全滅しちゃう、うん、まあそういう器具っていうのもありましてね、はい、で実際まあやってみると、まあ、これ結構またものを作ると楽しいんですよね、うん、でも特殊車両車ってすごくやっぱり魅力的ですもんね、ありますよね、まあ、一番のいいところっていうかですね、うん、あれは例えば今、まあ、今ものづくりに関してみんな苦しいんですよ、うん、特に製造業、はい、あと中小企業、ね、みんな苦しい状態なんですけども、まあ、おかげさまで私どもなんとか仕事はいただいてるんですね、で、まあ、なぜかというとやっぱりね、中国とかと全然その競争がないんですよ、あそうなんですか、まあ、オンリーワンなんです、うん、そういう意味、うん、だから完全内需なんですよね、だから結局部品を作ってるとかそのネジ作ってるとかなんとかっていろんな製造業でもありますよ、ね、だけどほとんど中国やっぱ捉えちゃうんですよ、で競争するとやっぱ競争力から言うとね、人件費安いしね、やっぱり圧倒的に、あともうしょうがないから現地に行ってしまうとかですね、うんうんうん、
まあ、そういう形で、まあ、どんどん空洞化って、まあ、してるんだと思うんですよ、今でもね。はい、今してますね。でもそういう中でも我々やってる事業っていうのは、まあ、ニッチなんですけど、まあ、あんまりそういう、なんていうんですかね、世界的な競争にあんまりさらされないっていう、というところが、まあ、まあ、まだなんとなくこうやれてるんじゃないのかなって思うんですけどね。中国には中国でこういう特殊車両を作る会社っていうのはあるんですか、ね、うん、あのね、最近徐々にできてる、できてきてる、はい、今まではどこから輸入したんですか、中国は。まず需要自体がまあそんなに多くなかったっていうのはあると思いますけど、でも最近のその中国のその急激なこの経済成長を合わせて、例えば放送中継車だとか、まあいろいろ、まあ救急車もそうですよね、まあいろいろそういう需要は出てきてるんですね、今でも。だから我々にもそういう技術提携をしないかっていうような、うん、話はある、話はいっぱい来ます。我々も何回も中国も行ってますし、まあ、あの実際もう向こうでも動き始めてますね。あ、そうですか、うん、中国からの注文あればそれはやる、うん、微妙、まあ、ちょっと微妙なところなんですけど、例えば、まあ、製品を作って、まあ、中国に出すっていうのはもうこういうところに注入からです、まあ、リスクがね、うん、かなりやっぱり高くなっちゃうんで、うん、あの継続的な付き合いをできればいいんですけども、うん、なかなかやっぱりね、あの中国の生産能力っていうのは今やバカにできないんですよ、ね、うん、技術力も非常に上がってるし、品質もものすごく今上がってきてますから、はい、だからどうしてもですね、そのただまあ我々とはあんまりその市場のまだあれがないので、うん、まあ、別にそれぞれで構わないんですけどね、うん、コマテクさんの世界進出は世界でしょう、どうですかね、正直あんまり考えてないですね、うん、っていうのはもううちみたいな会社がなんで生き残ってるかっていうと、本当にニッチなところだけをこう、まあ、我慢してやってるんですよ。だからその大きくなるような事業だったら特に誰かがやってるわけで、だからそういうなんていうんですかね、こう例えばなんかどっかのラーメン屋さんがチェーン化すると、もうね、急に大変な、また事業としては大変になってくるっていうのと一緒で、まあ、我々ぐらいの規模で今やってるから、まあなんとか仕事、それでも年間を通したらまだ 100% なんか稼働率もいきませんから、まあ、忙しい時期がたまたま集中しちゃうんでね、なんかすごい忙しそうな感じがする時があるんですけど、忙しい時期っていつの、やっぱりあれと同じですね、あの公共事業も多いんで、年度末にどうしてもこう集中してくる、発注がね、はいはい、この業界はもうみんなそうですね、あの皆さんもそうですね、年度末にこうどうしても予算っていうのがあるんで、もうちょっとばらけていただいたら逆に進出もコストも良くなるのにっていうのあるんですよ、ね、みんなほら怖いから使わないで最後にこうあれするから、みんなね、最後年末からあの年度末に向けてみんな道路掘り返してみたいな、ね、道路ね、まあそうですよね、そういうことが多くなっちゃうんで、やっぱり我々みたいな業界はもうちょっとこう計画をちょっとずらしていただいて、うん、まあ何も全部3月じゃなくても9月、まあ、9月もあるんですけど、うん、まあ、少し時期を例えば5月とか6月とかに収めればいいよって言っていただいたら本当にすごく楽になるっていうかですね、あんまりこう無理をしないでできるんですけど、まあ、まあ商売ですからね、まあ、こっちに合わせていただくだけじゃね、やっぱりできないんで、あのしょうがないなと思ってますけど、ね、あの社長にはちょっとね、僕は湘南で地域で、ね、やっぱりもう頑張ってこうね、経営を頑張ってる、雇用も維持してる、増やしてる、そういう経営者の方々をぜひこのね、星野テレビでもずっと応援をしてる、行きたいなと思ってますね、はい、まあ、やっぱ地域の経済がこうやっぱ活性化してこないと、いろんなことを言ってもですね、今残念ながら神奈川県って特に自動車関連は辛いんですよ、これ言うとまた日産関係者に怒られますけども、まあもう言っちゃってるけど、まあ日産が神奈川はなんか基盤でしたよ ね今までね、でそれがどんどん海外シフトを強める、それであとは国内は今度は九州ですよ、だから、日産の基盤が神奈川だと言われてたのは昔の話で、国内は九州、それと海外で、それによって、まあ、神奈川県内のこの、 あの湘南地域でも多くの日産の関連会社が一緒に九州行くのか、どうするのか、海外に一緒に行くのか、それとももう取引やめるのかみたいなことが言われてる、少なくとも現状そうですね、そうです、見ててどう思います、もうこれはある程度仕方がないところなのかな、まあそれはなんか言うあれじゃないですけど、やっぱりある程度
まあ、もう今 の, その世界的なグローバルな、ね、その生産 の, その感じからするとやっぱり致し方ないのかなという部分、さっきも言ったようにそのもうどんどんその経済論理だけで動いてきますから、やっぱどうしてもその会社というのはここでやっていけないんだったらもう移るしかないんですよね、そういう意味で。だからその変なし会社っていうのは国は選ばないんだと思うんですよ。だからそういう意味ではグローバル化してるんで、うん、もうどんどんやっぱり出てって海外にも出ていくし、国内でもやっぱりそういう、うん、なんていうんですかね、環境的にいいところにシフトしていくっていうのは、うん、もうこれは止められないんじゃないかなって思うんですよね。まあそれは神奈川県、僕も神奈川県の立場ね、県民の立場であればぜひ残ってね、少しでも、うん、その経済を潤していただきたい、雇用を守っていただきたいとは思いますけど、うんうん、まあそうですね、でも各企業だったら生き残るの精一杯で、そうなんですよね、そこまでこうなかなか難しいっていうのが、逆に言えばこの湘南地域で、まあ、僕とか、まあ、チームリードの、ね、皆さんで考えてるのは、うんうん、やっぱりこうベンチャーをどんどんこう、うん、ね、藤川さん、ね、リーダーの藤川さんなんかとも一緒に言ってるんですけどね、うん、とにかくベンチャーをどんどん起こしていって、特に、まあ、いい大学がたくさんあるし、SFC なんかもあるし、うんうん、でそこで、ね、起業してる人がたくさんいるんですけども、まあ、多くの人はみんな東京でやっちゃう、うん、だからこの湘南地域にこれだけ大学があって、うん、そういうやる気のある人たちをこう応援できるこうシステム、うんうん、地域でありたいなと思うし、そういうところからしか今度逆に言えば雇用って生まれてこないですね、うんうん、菅さんじゃないけど雇用雇用って叫んでるだけで雇用が生まれるんだったら僕は毎朝マイク持ってるから叫びますよ。いやだけど雇用雇用と叫んでるだけじゃ雇用は生まれないもんね、うんうん、成長産業があって初めて生まれるのになって僕は思ってるんですけどね、うん、いや全くもう私の同感ですね、うん、会社やって立場で、ね、雇用してる立場から言うの、うん、雇用って何をもってね、言葉だけ で、ね、ですね、実際企業が元気にならなかったら雇用なんて絶対に生まれないわけで、おっしゃるとおり、だからその雇用をするためにはどうするかっていうことが大事で、うん、いくら雇用で先になって生まれるわけがないなって僕も思いますね。そうなんです。だから僕菅さんが言ってて一番おかしいなと思ってるのは、雇用が増えれば消費が増えるって言ってるでしょ。いやそうなんですよ。だけどそれ全然出口入り口が違って、経済がちゃんと回っていて、ある程度成長する分野、成長する企業もあって、はい、初めて雇用が生まれるんでしょ、はい、うん、雇用が生まれたら消費が増えると当たり前だけど、その雇用をどうやって生むかっていうのでみんな苦労してるじゃないですか。そうです ね、 ね、ですから、まあ、今回の税率、法人税を、うん、まあ、法人下げます、 5% 5% 下げるっていうことですけども、うん、あれもね、うん、まあ、我々からすれば当然ありがたいんですよ、うん、5% 下げていただければまたそれはそれでありがたいなと思いますけど、うん、どうせ下げるのはなんで10じゃないのかなって、うん、10下げるインパクトってすごく大きいと思うんですよ ね、 大きいですね。だからまあそれは税収が当然減るわけだから、うん、まあ難しい部分はあるのかもしれないけども、 10% もし、法人税が下がれば、うん、もう変な話、あの申告所得は僕は上がるんだと思う、僕は思いますけどね、はい、うん、5% の下げについて言えば、実はやっぱりこれトレードオフみたいなことをやってて ね、うん、で結局その開発投資減税みたいなものが今度なくなったりとか、あの消却の方の減税はなくなるとか、だからドンと 5% やってるんじゃなくて、今までのそのある意味では企業優遇、優遇とも言えないと思うんだけど、まあ、企業に対して頑張ってくれよというそういう税制は全部やめて、法人税だけ 5% っていうからね、うん、ちょっとどうそこら辺は標則が合ってないっていうか、なんかこううまくこうね、一体どうしたいのかなっていう部分はありましたね、うん、だから僕はまあ零細企業、中小零細企業の立場なんでね、うん、まあ、まあ周りいろいろ仲間もいるわけなんですけども、はい、やっぱりもうちょっとそのなんていうんですかね、うん、特に製造業者をもう少しなんていうのかな、国として、うん、さっきおっしゃったように、まあ新しいベンチャーでもいいんですけども、うん、なんかこうまあ、特別優遇しろとは言わないにしても少しなんかこう考えていただきたいなって思うんですよね。どんどん潰れていってるつまりの会社が本当そう思います、だからもう本当にね、これは本当緊急事態だなと思うんですけど、うん、本当仕事がなくて困ってる会社たくさんあるんですよ、うんうん、本当ですよね、うん、だそういう意味ではものすごい空洞化してして、うん、神奈川県も空洞化って結構激しいんですね、うんうん、全国平均よりも悪いですよ、うん、神奈川県は、うん、そのまあ、日本はね、経
結局そう技術とかやっぱりその、うん、おっしゃっており、まあ、特許の問題もいろいろあると思いますけど、そう、まあ、知的所有権とかね、うん、やっぱものづくりとか、うん、どっかでそういう部分やっぱりがない、基盤がないと、じゃあ何で食べていくんだろうって。いや本当そうなんですよ、うん、ですよね、うんうん、だから本来ものづくりをもっと大切にしていかなきゃいけないし、少なくともグローバル経済競争の中で生き抜いていかないといけないわけですよね、だからそこは、うん、やっぱり高度経済成長を経て成功体験が生地あるから、うんうん、もう危機だよと、もうグローバル経済社会に背を向けるわけにはいかない、うん、だけども巻き込まれていって戦わなきゃいけないけれども、すごく厳しい環境に日本の企業は置かれてるし、うんうん、っていう認識がみんなで持ってないんですね。そうですね、うん、共通してない、うん、だから法人税の減税なんかにしても、うん、ね、企業優遇だなんて、ね、言う、うん、ちょっと待ってよと思うけど、いやいや、そういう人たちも結構いるでしょ。いや、だってさっき言ったように雇用を守ってるのは企業じゃないですか。そうですよ、だから政府が雇用を作ってるわけじゃない、うん、だからね、まあそういう意味ではどういう考え方なのか、ロジックなのか、いや僕も分かりません、すごく分かりにくい税制になってるなという感じとしては思ってるんですけどね、うん、まあそういう中で湘南で頑張っていたり、なんかタイムラインとか来てる、はい、お客様からの声、お願いします。まずユーストリー、あといろいろな特殊車両を今まで作られてきたかと思うんですが、ホームページの方にも今までの主な製造車種っていうのがいろいろ並んでるんですけども、例えばユーストリーム配信車なんかを作ったら、スタジオ12さんからご質問いただいたんですけど、とかを作ったら、もう、携帯電話の移動中継車のノウハウがあれば、無線で安定した配信を送れるスタジオが作れそうですね。で、あの、それに似たような災害用のやつはあるんですよ。ですからもう、まあ、今日オーダーしとこうか。オーダーありました。いや星野テレビ価格でどんな価格ですか。どんな価格なみたいな、そんなに星野さんのプライベートが全て生放送です。いやそれはいいですけど、ちょっとそれも辛いな、それちょっと、空気ウォッチャーさんいつも見てくださって、はい、で神奈川日産の拠点だったのか、恥ずかしいことに神奈川地元なのに知らなかったです。神奈川って日産と伊豆津と、そうだね、まあ日産は神奈川の会社という認識は、うん、やっぱあって、だから本社は持ってきたんだけど、うん、持ってきたのはいいんだけど、今マーチは全部タイで作ってるからね、新型マーチは。あー、そうですね、あー、工場は海外、そう、うん、全部タイでできちゃうと、車って実は5万点ぐらい部品があるから、うん、絶対全部海外でってできないはずだって言われたものが、うん、タイで十分できるようになっちゃってる。BMW なんかも、うんうん、今僕は、2年前ですかね、はい、中国行った時にちょうど工場を見せていただいて、はい、BMW そのまま作ってると中国で、うん、だからもしかしたら日本で我々乗ってる今 BMW が中国製かもしれないです。まあそれは知ってる方は皆さん買う、ね、好きな方はどこで作ってるか大体皆さん知って、まだ多分日本には中国製入ってないとは思いますけども、ですよね、そういうことがいつ起こるか、そうですよね、だから、まあ、大田区なんかに多い金型の会社なんかもみんなタイ行っちゃったりしてるんですよね、みんなとは言わないけど大田は、だから今そのブランドがどの国かでもあれですけど、そのどこで作ってるかはイコールじゃないんですよね、うんうん、日本の車もだからそうやってタイで作られてるっていう、うん、現状ですよね、うん、買う側としてはどうしたらいいんですかね。そうですね、マーチはやめてください、また怒られる、そんな、教えてくれるんですかね、自分の買いたい車、これは工場はどこですか。あ、いやもちろんそれ聞けば分かる、うん、製造者責任だからね、どこで作ってるかぐらい教えてくれるんだろう、タイです、タイです、うん、教えてくれると思います。なんかそういうの聞いた方がいいです。先週も宮地さん出てくださった時に、買い物、野菜を買うっていうのを、宮地豚の宮地さん、そうそう、選挙と一緒で、地元の野菜を買うことで自分がそこの、生産者に一票投じるっていうのをなんかやっていきたいですよね。下手にやっぱりそんな海外のものとか、ねえ、うん、だからやっぱりメイドインジャパンをね、もう一度こうなんていうのかな、こう、まあ、ある意味復活させるっていうか、うん、またそのメイドインジャパンで商売ができるようなものをやっぱ開発する、うん、おっしゃってるんですね、それだけ付加価値が高くてやっぱりその、うん、負けないものをやっぱ作っていくっていうのが大事じゃないかなと思うんですけどね。そうだから価格競争になってったらやっぱ辛いですよね、うん、何にしてもね、だからそうじゃなくて価格以上のプラスアルファ付加価値をこう日本でどうやって作っていけるのか、
そこで勝負していかないと、うん、だからもう二極化だと思うんですよね。例えばユニクロさんだとかああいう、うん、今中国じゃんバングラディッシュですか作ってるのは、うん、なんかそういうふうにどんどんああいうのもシフトして、うん、とにかく人件費が安いところにどんどんシフトしていくわけですよね。でももうそれは誰も止められないし、うん、だから企業の論理ですからそこにとやかく言うこともできないと思うんですよね。でももうそれはしょうがないものとして、ただそれはそれとして日本でやっぱり作って本当に価値のあるものをやっぱり見つけて開発していかないといけないんじゃないかなと思うんですよね、うん、じゃあコアテックさんとしては、まあ、日本の製造業の分野はきちんとこだわり持ってやっていくことに関して自分が発言だと今、ねまあ、100% 国内ですもんね。そうですね。うちも今まだこれから開発なんでね、うん、今5年後10年後に世に出せるようなものを今車を一つの基盤にして今や取り組みをやってます、またそういう全然また関係ないっていうわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと世の中にないようなものを開発していこうということで、そうですね、ユーストリームね、ぜひこだわりますが世の中にないですよ、ね、最後前業の宮川さんからコメントで、うん、ディズニーランドのパレードの車も特殊車両なのでしょうか、そのようなものも手掛けているのであれば1台やっぱりおいくらまでやっぱり値段が聞けるんだよね、1台でお金がかかるのか、公道走ってるのありますよね、バスみたいな、ディズニーランドの周りを走ってるバスがあるじゃないですか、あれは我々の同業者が作った、私どもじゃないですけどね、中を走ってる車はまあ特殊車両っていうか、あれは多分公道は走れないタイプのものなんで、うん、特殊車両車というふうに規定できるかどうかは別ですけども、まあそうですね、まあ、ああいうのも全部こういう我々みたいな業界で作ってるますね、はい、ありがとうございます、はい、コメント以上です、はい、じゃあそろそろお時間となってきましたが、はいはいはい、今後コアテック株式会社さんどんな企業になっていく意気込みなんかを最後に一言伺いたいんですけど、まあ大して意気込みってそんなにないですか、まあとにかく先ほども言ったようにですね、我々は本当にニッチなところでやってますんで、まあそれをなんていうんですかね、そのカテゴリーをあまりこう大きくするとか広げるとかっていうことじゃなくて、そういう中で付加価値を本当に作り出せるような、うんうん、やっぱり他にない、まあ、先ほどオンリーワンっておっしゃって、はい、オンリーワン、オンリーワンであり続けられるように頑張るっていうかですね、うん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 、そこですよね、そうですね、ぜひ湘南を代表する、本当湘南を代表していただいて、はい、一人でも雇用を増やしてください、お願いします、お願いします、みんなで応援していきましょうね、はい、はいはい、どうもありがとうございました、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 はい、では続きまして第2部に移りたいと思います、はい、では第2部で、はい、お越しいただきましたのは、毎日新聞元論説委員でいらっしゃいます鹿野忠男さん、お越しいただきました、今日は鹿野さんよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、今日は証書をお持ちいただきましたか、はい、これはね今年の6月に出した本なんですけど、はいはい、後ほどもし機会があれば説明させてください、はいはい、お願いします、ありがとうございます、今日は本当遠いところありがとうございます、星野テレビに出ていただいて、まあ、私も何回か言わせてもらってますけど、昔新聞記者をやってて、社こそ違え、まあ、同じ業界にいた大先輩でもありますし、もう政治も長いわけで、ぜひですね、まあ、今鹿野さんから見た、はい、今の政治の問題点、うん、またまあ厳しいお言葉でどんどん結構なんで、ぜひ自民党もっとしっかりしろと、こういうところ、いやいや、ね、変わらなきゃダメなんだというようなですね、厳しめのコメントも含めてですね、いただければ ありがたいなと思ってるんですけど、はい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 、いや、
基本的に今の、まあ、政治情勢といいますか、今どういうところに今ある、そして、まあ、今の現状の問題点というのも、まあ、ちょっと触れていただきながら、はい、だけどこれは僕の持論でもあるんですけど、今の民主党政権を生んだ最大の要因というのは自民党がだらしなかったからだと僕は思ってるんで、そこら辺のお話もね、ちょっと聞かせて願えればっていう。今の政治情勢どうご覧になりますか、はい、大ベテランの、はい、私はあの政治記者として、はい、最初に担当した総理大臣が、はい、あの福田武雄さんでした。はい、この前まであの総理大臣をやってた福田康夫さんのお父さんですね。はい、それからその後が大平正芳さんという総理大臣でしたが、はい、まあ、その頃から政治記者をずっとやってきたわけでありますが、はい、でまあ、政治記者終わった後は政治担当論説委員を8年間ほどやってましたんで、はい、政治をまあ30年間ぐらいずっと見てきたわけでありますが、その後も毎日新聞を退社して、まあ、あの政治ジャーナリスト活動に入ったわけでありますが、はい、あのこういう言い方すると誤解を招くかもしれないけども、今の民主党政権の、ね、実情というのはまた後ほど詳しくお話しするつもりでいますが、はい、僕は、ね、日本の民主主義にとってみるとですね、うん、今の状況はとってもいい状況だと思ってるんですよ。うん、と言いますのはね、戦後65年間経ちますが、その間自民党がずっと政権を取ってきたわけですね。うん、その間自民党が政権から離れたのはですね、戦後直後の、足田内閣、片山内閣、はい、足田内閣というのがありましたが、はいはい、それから細川連立政権、はい、この2回3回だけなんです ね、 そうですね。この3回合わせてもね、3年間ぐらいなもんなんですよ。と65年間中ね、なんとね、62年ぐらいはね、自民党がずっと政権を担当してきたんです。さてその政権はどうだったのかっていうと、基本的には自民党政権はいいところも随分ありました。例えば日本の戦後復興を、はい、成し遂げた一つ の、 あの政党でもありましたし、うん、それからそのそういうところから出てくるいろんな、福祉問題や、はい、なども自民党なりに頑張ってきたわけです。うん、ただしどうしてもですね、これはもう政治の世界ではもう古今東西を問わず言われている格言がありますが、はい、権力は腐敗するんですよ、うんうん、絶対的権力は絶対的に腐敗するんですよ、はい、でこれ言い方難しいんだけど権力はずっと持ってると、はい、どうしても権力維持だけが目的化されていって、はい、まあ、分かりやすく言うと政権維持のだけが目的化されていって、ね、うん、国民を見なくなると、うん、そして中から腐敗というかあのいろんな硬直が起きていく、制度疲労が起きていくということなんですね。はい、うん、それがあの、自民党の長い歴史の中で、2世議員が総理大臣になり始めた頃からだんだん劣化が進んでいってですね、うんうん、それが、まあ安倍晋三さん、それから福田康夫さん、麻生太郎さんの時にいわば臨界点に達してですね、はい、でまあ、いわば自滅していったと、メルトダウンしていったということだと思うんですね。うん、ええ、でそのために日本の民主主義っていうものがある程度自民党で時代に進化したんだけど、進歩したんだけど、どうしても停滞期に入っていったわけでありますが、その時に必要だったのはやはり政権交代だったと思うんです。うん、はいはい、政権交代っていうのはですねあの否定的に考えるべきものではなくて、うん、ある政党が政権運営に失敗すれば、はい、違う政党がそれに対する対抗軸を打ち出してですね、取って代わる、そして、国民にそれを問うて、うん、国民が、あ、それならやってみろと、一回やってみろと、うん、言って送るのが政権交代、はい、でそれはもしその政権がまた失敗すれば、うん、元の政党が取り戻せばいいわけですから、はいはい、それもみんな主権者たる有権者が判断することでありますけれども、うん、それを繰り返していくことがですね、はい、民主主義政治にとってとっても大事なことなんです。うん、ところが日本ではそれがその、60数年間、はい、まず行われなかったところに日本のなんていうのかな、うん、この進歩がとどまってたところがあったんですね。はいはい、その意味で言うと僕は今の政権交代が起きたこの時代は、うん、日本の民主主義が深まっていく、進化していくためにもとってもいい状況ではないかというのが僕の、なるほど、大命題というか僕のいつも考えていることなんです。はいはいはい、
おっしゃる通りですよね、うん、やはりこれだ、最初に僕も言ったように民主党政権を生んだ最大の要因というのは、ええ、自民党がだらしないというか飽きられたというか、ええ、まあ、長く政権にいて、ええ、長く政権にいれば、あ、先ほど加藤さんもおっしゃったように、うん、海も赤もたまりますわね。 そうですね、ええ、うん、それが臨界点に達したのが、ええ、まあ、あの09年 の、ええ、うん、あの衆議院選挙だったのかなというふうに僕なんかは見てますけどね、はい、あの私が最初に政治記者になった頃、まあ、あの、はい、ご経験も一緒にありますが、いえいえいえ、あの総理番記者をやりました、はい、やりましたね、あの頃の総理大臣は福田康夫、武雄さんにしろ、はい、小平正義さんにしろ、その後の一連の総理大臣はいわば戦争時代を知ってる人たちでした、はい、つまりあの、うん、そして戦後復興のために政治家になり、まあ、もちろん官僚であったりいろんな出自は違いますけども、はい、日本のことを一生懸命考え、中には身を粉にして、うん、それから大平さんのように命を捨ててまで議会政治を守ろうとしてきました、うん、でその人たちはね、やっぱり一つの、うん、アイデアを持ってましたよ皆さん、うんうん、で個性もありましたね、個性もありました、そのいろんないい面も悪い面も含めてね、うん、個性がありました、うん、ところがですね、その人たちが一巡した、つまりあのだんだんお年を取り亡くなっていく世代交代が進んでいってですね、はい、うん、であのいわゆる二世議員が総理大臣になり始めたわけですね、はい、まあ、僕の記憶では二世議員で有名、最初に総理大臣になったのは橋本龍太郎さんという方です、うん、この方はもうすでに亡くなりましたですけどね、はい、それからそのずっと二世議員が総理大臣になっていくわけです、うん、でですね、二世議員にはとてもそのいい面があるんですけれども、しかし悪い面も当然ながらあります、はい、いい面というのは親が政治家だった、あるいはおじいちゃんもそうだった、うん、だから生まれた時から周りが政治でこういっぱいなわけです、はい、だからなんとなく政治を知ってる風にはなるわけですけれども、うん、実は本当の意味であの日本有権者の中に入っていってですね、うん、あの有権者の心を掴んで国政壇上、つまり国会に行ったかっていうとそうではない、大体あの二世議員の人たちは、うん、正常か世田谷あたりで生まれて、そうですね、であのそこで有名小学校行って、はい、有名私立でそのまま大学まで行くとか、うん、あるいはとってもその手厚い教育を受けて、はい、立派な大学行く、うん、であのそのうちお父さんが、うん、自民党の中で、はい、だんだん地位をあの築いていくと、うん、そのそれの秘書になる、はい、その人の秘書になって、はい、で政治が若干分かったような気分になる、でそのお父さんが引退すると、うん、その途端、うん、パッと後継者として出ていく、はい、そうするとお父さんが残した後援会名簿はそのままその引き継ぐ、うん、 そうですね、それからお父さんがそれこそこれもまた残した政治資金の集まりもそのまま引き継ぐ、うん、これは無税で引き継ぐんですよ、うん、相続税はかからない、うん、それから、いわば七光、お父さん、はい、の七光をそのまま後ろに背負いながら選挙に出る、うん、もしおじいちゃんが、政治家であれば2倍の14光ですな、はい、その前のおじいちゃんが21光という人たちがパッと出るわけですから、だからその人たちはね、選挙運動をしないで済んだんですよ、うん、選挙運動しなくてももうと出馬表明した瞬間もう当選なんですよ、特に中選挙区時代はそうですね、今小選挙区になって逆に弱くなった、うん、そう人はいますけれど、 それで、はい、その人たちがこう温室育ち、うん、僕がよく使うのはあのヒアシンスみたいなもんで、根なしのヒアシンスがバーッと大きくなると同じで、うん、ああいう感じなんだな、うん、それでさあいざ政権運営に当たり始めてみると、うん、そこで出てくるひ弱さが出てくるんですな、はい、そして、必ずは行き詰まっていき、うん、短命政権が続いていったと、うん、いうことだと思います。それを一般有権者はああこれじゃあいくら自民党いいこと言っても、うん、もう無理だなというふうに思い始め、それがまあ麻生さんの時に、まあ、まさに繰り返しになりますが、最終的に有権者の怒りが爆発したということだと思います。そうですね、うん、そうですね、ならば安倍晋三さんはお父さんは総理大臣になってませんけれども、まあ、総理に一番近かった人という意味では、まあ、あの3名の方は、そうですね、そうです、まあ、あとはまあ麻生さんはおじいちゃんが、そうです、そうです、吉田茂さんですから、はい、そうです、はい、はい、なるほどね、まあ、あの親が総理大臣になったかならないかあまり関係ないんですよ、関係ないですよ、要するに、まあ、2世か3世か衆議院議員であったか、うん、まあ、場合によっては市会議員でも町会議員でも、あるいは、うん、
市長さんでもいいんだけど、うん、まあ、親がそういうあの立場にあるとどうしても地盤を引き継ぐって有利さがありますね、はい、こちらはあのそういう地盤もなしに取り込んで苦労してます、お城さんは苦労してます、都市空間で、はい、頑張っておられると聞いてますが、はい、まあ、そういう人たちが自民党に増えていけば、うん、自民党も絶対変わるだろうというのが私の考え方なんですけどね。なるほど、また後ほどちょっとね、はい、お伺いしたいんですが、はい、まあ、そういう意味では、はい、僕も公募で選ばれたんです。まあ、地元で12区で県会議員はやってましたけれども、はい、やってたからあの支部長になったんではなくて、うん、公募をしたんですね、うん、なるほど。で全国から15名の人が、はい、手を挙げてもらって、でそれを3人に絞って、うん、街頭演説もやり、うん、立ち会い演説会もやり、うん、挙句の果てには1500名の党員に全員投票してもらって、なるほど、うん、こういう、まあ、アメリカでいうとプライマリーですね、フルのプライマリーを予備選挙をやって、はいはい、選んでもらったんですが、うんうん、まあ、最後の3人に選んだ、あの選ばれた1人はもう静岡5区で決まりました。あ、そうですか、はいはい、で相手が細野さんなんで大変だなと思いますが、でもものすごく優秀な人がこうどんどん手を挙げてもらえるようになって、なるほど、うん、公募は僕はね、もう、もう必須で、必須条件でやるべきだと思ってます、うん、そう思いますね、まあ、あの安倍晋三内閣は短命 1年間で終わりましたけど、はい、あの人が残したものとしてはこの公募を増やしたことなんですね。そうなんですね。だからこの前ある自民党議員の部屋に ある要件で行ったら、その人がこんな分厚いあの、作文集っていうのかな、うん、を目の前に置いてこうして見てるんですよ、はい、何ですかって言ったらね、うん、公募をしてきた人たちの作品をね、はい、今あの点検してるところだと、うわすごい量ですねって言ったんですけど、やはりそれはそれだけ自民党が今までの2世だけじゃまずいぞという反省から、はい、公募制度を前面に押し出し、うん、でそれがあのこの前の参議院選挙もそうですし、はい、それからその前の衆議院選挙の公募組は前線してるんですよね。そうなんです。参議院選挙の時はもう16戦13勝ぐらいでした、うんうん、なるほど、はい、ですからね、公募候補っていうものがいかにあの新鮮に有権者に受け止められてるか、でそれが実績を残してるわけで、これはいいことだと思うんですよ、うん、そうですね。ただし自民党の場合、昔は公募してもですね、うん、最後は落ち着くところは2世に落ち着いくっていうようなケースが時々あったんです、ね、ありました。あの公募ってのは一体何なんだと、はい、単なるやらせじゃないかと、うん、やらせと、こういえばやらせと言わずに何と言えばいいかしら、まあ、ダミーみたいなもので、うん、本物ではなかったのではないかって批判があったりようなケースもありましたね。これも逆にですね、あの矢に下ったからこそできてるのかなって思うんですね。そうですね、うん、野党になったからこそできてるし、ね、選挙区は空いたと。そうですね、まあそういうあのなんていうの、あの本当の意味の公募で立候補、うん、立候補した人たちは思いが純粋ですから、うん、必死に動かないと、はい、地盤も看板も何もないです、カバンもないわけですから、うん、頑張るし、そのか動く過程で、あ、この選挙区の有権者たちというのはこういう思いを持ってるんだというものが、うん、まさに、を知ることができるわけですから ね、 とてもいい、その地元に足をつけた、うん、地に足をつけたいい政治家、うん、代表が選ばれていくのではないかと思いますからね、はい、はい。ただし、じゃ あの先ほど大城さんが言われた、うん、じゃ今の民主党政権はどうなのかといえば、はい、あの日本の民主主義の大きな流れの中では政権交代が起きたことはいいんだけども、うん、じゃあ今はどうかというと、これは悲しむべき状況にあるということは間違いありません、うん、その辺もそうですね、くれますか。いやいや、うん、これあのすいません、僕はこう思ってるんですね、うん、やはりこれ一連の流れをずっと見てると、うんうん、とにかく自民党から政権を奪う、うんうん、でそのためには自民党がやってきたこと、うん、やっていることの全て正反対を言って、それを一つのやっぱマニフェストですねにまとめた、うんうん、で、まあ、自民党が日米関係重視だから、いやいやそうじゃなくて中国もみたいなね、うんうんうん、そういうところがあったのかなと、うん、逆に言えば他党のことですけど、うん、ここは民主党が変えるんだと、うんうん、だけどいいものは残していくんだというね、うん、その種々選択がされない間にこう政策立案されていって、うん、今はその矛盾にこう直面しているのかなという気がちょっとするんですけど、うん、そうですね、おっしゃる通りですが、少し違う部分も僕の意見とは違うところがあるんですが、
まあ、全て自民党がやってた真反対のことを言ってるわけではないんで、うんうん、ですよね、はい、まあ、でただやっぱり民主党の人たちはばらまき的なマニュエストを作りすぎましたね、うんうん、そうです。先ほどこの番組が始まる前にね、はい、お話ししてる時にマニュエスト運動の始めた早稲田大学の北川先生の話になりましたね、はい、北川先生が考えた、うん、マニュエストっていうものはどういうことかっていうと、まあ、イギリスのマニュエスト運動をモデルにするわけですが、あのイギリスのマニュエスト作りはもうすごく時間をかけるんですよ。そうですね、1年2年の時間をかけて党内でもう徹底的な議論をして一つの形に仕上げていって、総選挙でそれを示すと、うん、まあ、一番有名なのはマーガレット・サッチャーさんの時が有名ですね、はい、その当時イギリスは労働党政権が続いてたんですが、サッチャーさんはその労働党から政権を取るために、うん、そのマニュエスト作りに真剣に取り組むわけですね、うん、でそれが見事に成功してサッチャーさんは政権を取り、鉄の女政権が確か12年か15年ぐらい続いたんですね。一方今度は労働党もサッチャーさんにいつまでも政権を委ねるわけにいかんと言って、うん、トニー・ブレアさんがまた同じように、いいマニュエストを作ります、うん、でそれには徹底した議論をしました。少なくとも保イギリス保守党イギリス労働党が自分たちの党の今まで守ってきた、うん、路線を捨てるほどのその変化を示したマニュエストを作っていきます。それが有権者の支持を受けたわけでありますが、うん、ところが今回の民主党のマニュエストは、うん、そういう党内論議が十分に尽くされないまま、はい、まあ簡単に言うとこれは星野さんの意見に賛成せざるを得ないんだけど自民党がやらなかった例えば子ども手当が一番分かりやすいんですが、うん、子ども手当を出すと、はいはい、僕は子ども手当っていう法案そのものはいいと思って手法はいいと思ってるんで、うん、これはまた後ほど時間があればお話しますが、はい、まあ簡単に言うとそういうものをやりすぎてね、うん、で財源問題もしっかり考えていくのがマニュエスト運動の原点でしょう。そうなんですね、つまりある政策を打ち出すと、うん、その政策はいつまでにどれくらいやりますか、その財源はどうしますかっていうのを3つをセットに示してこそじゃないとダメだと北川先生は言ったんだけど、残念ながら民主党のマニュエストにはその一番大事な財源をどこから持ってくるんだというものが明確でないままに大風呂敷を広げすぎたというところだと思います、うん、はい、その面では民主党のマニュエスト作りの過程がまずダメだったということと、うん、結果として政権を取ってみるとですね、うん、やっぱり財源はそんなに簡単にないことが分かったと、ね、だから今宿泊しているということだと思うんですけどね。そうですね、はい、まあ加納さんのおっしゃる通りだ、はい、ですね、うん、と思います。で 16.8 兆円出てくるって言ったんですね。当初、ね、でこれは予算編成のやり方を変え、無駄遣いをなくすると 16.8 兆円出てくると、うんうん、で今この1年半ぐらいやってみて、うん、まあ、出てきているのが、うん、まあ、無駄遣いをなくしてという部分でいうと1兆円あるかないか、そう、その通り、その通り、10分の1以下どころかというところですね、うんうん、そうですね、うん、だからここは実は野党で見ていると、うん、これも無駄あれも無駄と思ってきたけど、うんうん、いざ政権を取ってみるとそう簡単に右から左に全部、うんうん、切れないというところはあったんですかね、まあ、そうでしょうね、うん、結局のところは脱官僚と言いながらも、うん、官僚の意見を十分聞いていくと、はい、いずれの政策もそれなりの根拠というか背景があるわけですね、はい、歴史が、はい、うん、ただしその中に一つ一つ見ると細かく見ていくと無駄遣いはいっぱいしてますよ。それはその天下り官僚を養うために相当予算を使ってるとかね、はい、だからそういうものは切っていくと、うん、そういうことを本来自民党政権時代からやらなくちゃいけなかったんだけど、はい、自民党時代はそれが逆に進まなかったという点もあるんで、まあこれは民主党はその大風呂敷を広げたところうまくいかなかった、うん、しかしその元を作ったのは自民党でもあったと、はい、しかしだからといって自民党が全て悪かったということを僕は言ってるわけじゃありませんが、うん、その脱官僚という切り口をもう少しく
うまくたちあのそうです、ね、あの編成してですねやらないとダメだったなっていうふうに思います ね、 ねあの脱官僚について、は、はい、僕やっぱこのコンセプトがちょっと違ったのかなと思ってるんですけれど、うんうん、あの脱官僚でいいんですね。であのただ政治家は最終的に判断をして、そして責任を取ると、うん、この2点において政治主導であり、うん、脱官僚であるべきだったんだと僕は思うんですが、うんうんうん、なんだかこの政務三役が官僚を排除して政策を決めることが脱官僚で政治主導と、そこは僕はもうコンセプトが違ったのかなという気がしてならないんですけど、うんうんうん、今日でここへ来る前あの日本記者クラブっていうところで、はいはい、あの岡田克也幹事長の記者会見があったんですよ、はい、それを聞いてきたんですけど、岡田さんがあの、民主党政権15ヶ月目、うん、はい、鳩山さんから言ってね、はい、15ヶ月目、これだけ成果があったってこう読み上げたんですよ、うん、その中に政務三役を作り事務次官会議を廃止したと、うん、こう、まあ、自慢げに言ってたらある我々新聞記者 OB の先輩が質問に立ち上がって、はい、政務三役が政策決めてるって言うけどその政務三役全員政策知らないじゃないですかって言われて、うん、岡田さんはこう下向いてましたけどね、うん、まあ今の民主党政権、鳩山さん時代からの民主党政権がつまずいたもう一つの理由としては、簡単に分かりやすく言うと当然ながら政権慣れしてなかったっていうことですね。まあそうですね、先ほど言いましたように政権運営なんか今までしたことないんですから今の人たちは、はい、で政権運営というものがいかに難しいかというのは今、まあ、一般あの彼ら悩んでるんじゃないですかね。だからそこでいろんな失敗矛盾それからつまずきを繰り返してるわけですけど、でもまあこれも含めて、あとこの民主党政権がどれくらい続くのか、はい、これはまた今後の政局見通しなんかの話になるんだろうと思うんですけど、うん、はい、僕はこれもやむを得ないことでね、うん、で結局民主党が政権運営に失敗すればいずれは選挙になるわけですから、はい、その選挙で自民党が、うん、それを上回る政策を提示し、はい、それから政治倫理だ政治資金の問題などでクリーンさを取り戻していけば、ね、自民党に必ずや政権が戻ると、はい、でまた何年か自民党政治が続き、うん、しかし自民党政治がまた何かで失敗するかもしれない、うん、その時には新たな民主党の世代が次に政権を奪い返すということがサイクルとして動いていけば、ね、それはあの非常にいいことだと思うんですね。だいたいイギリス議会制度の本場であるイギリス、うん、それからまあアメリカのを見てますとね、はい、だいたい10年サイクルで政権交代が起きてるんですね、うんうん、まあ一つの政党が、うん、10年間、まあ、大統領でいうと、うん、8年8年です2期8年ああのそう2期8年、はい、2期8年ぐらいすると、うん、こう秋が来たり、うん、あるいはその前の政権の失敗が出てきたり目についたり、して政権が交代するケースが多いんですよ、うん、日本の場合は先ほど言いましたように、うん、50数年間60数年間、はい、60数年間政権が、うん、あの変わらなかったということは、うん、本当にそのいわゆる先進民主主義国の中では特異な存在でした。そうですね、だからそれがまああのイギリス型あるいはアメリカ型の民主主義制度に近づきつつあると考えるならば、うん、先ほども冒頭言いましたように、はい、一つの日本の民主主義にとって前進ではないかと、うん、この民主主義制度ってのは日本人が開発したものではありません。そうですね、戦争に負けて要は簡単に言えばアメリカから教えられて輸入したものであります。で日本人はこの60数年間民主主義政治の中に生きてきたんだけれども、うん、しかし民主主義ってのは一体何だっていうと有権者全員よく分かってないところはあったんじゃないでしょうか、はい、生まれた瞬間からあるいは育つ瞬間から政権というのは自民党のものであり、はい、もうこれはもう天から降りてきたの付与されたようなものでそれをひっくり返すなんてありえない話で、あのいいとか悪いとか抜きにして、うん、いやいやいいとか悪いとか抜きにして、うん、そのイギリスにしてもやっぱりこう
先人たちが苦労をして、うん、そうです、まあ、ありていに言えば血を流し勝ち得てきた制度ですね。王政を倒しね、そうですね、うん、アメリカも独立戦争を始め、うん、やってきた。そうです、うん、だけど日本の場合は戦争に負けたら次の日から民主主義でやれと言われたと、うんうん、そうです。でもまあ器用ですから、うん、やってはきたけれど、うんうん、そうです、うん、本当にこう自分の体にフィットした、うん、そういうものには、うん、ならない間にこう来たのかなっていう。そうですね、うん、で先ほどその自民党が60数年間も政権取り、自民党が、まあ、いわば腐敗したみたいな批判をしましたけど、はい、しかしこれはね、あの自民党だけが悪かったわけではなくて、当時の60数年間そばにいた野党もダメでした、はい、それから我々新聞も実はダメでした。うん、まず野党がダメだった最大の理由は、あの当時の最大野党は社会党でした。そうですね。で私は社会党も担当したことありますが、うん、星野さんは社会党担当。社会党はもうあの頃はもう社会党いやありましたよ、社民党、社民党になったかな。あの土井さんなんかが、ね、あそうですね、やったあの一時期ブームもありましたけど、はい、あの社会党が第一野党でしたが、社会党がね選挙の時にね、うん、本来政権を取ろうと思えば、はい、当時衆議院は一番多い時で議席がですね511っていう時代がありました、はい、今は480ですけど、うん、511とするとね、過半数は256かな、取らないとダメなんですよ。です、ね、つまり、はい、256人以上の候補者を立てない限り絶対政権取れないんだから。そうそう、あるいはまあ連立政権、連立にするっていうんで他の政党と組んでも200過半数以上の候補者を立てないと政権は絶対変わらないんだ。そうです、ね、ところがあの当時第一野党である社会党が立てられたのは、うん、最大でも170人とか180人なんですよ、うん、というと何が起きるかっていうと、うん、選挙です、さあ解散ですって、その瞬間、うん、政権交代は起きないんですよ。そうですね。で我々新聞の関心事は政権交代っていうのことではなくて、うんうん、次の総理大臣は誰がなるか。そうですね。自民党の派閥構想の方が面白い。自民党は絶対的に政権は続くんだけど、うん、じゃあ例えば何とか派閥の議員は何人増えるか、逆にこっちの派閥は何人減るか、うん、それだけの関心でそういう報道をしてきたわけですよ、はい、だから有権者もあのなんて言うんだろう、あの政権交代なんて関係ないんで、うん、まあいわば疑似政権交代って言って、そうですね、自民党の中で指導者が総理大臣が変わるだけの、うん、疑似政権交代に、まあ、有権者もまあいいかと思って付き合ってきたっていう。まあ、そこは結構うまくやったですよね。田中角栄さんの後は今度クリーンの右さん出てきたりとか、ね、その後には福田さんとかもこう うまくこう議事政権交代はしてきたのかもしれない。これがまあよく言うブーメランでこうやってきたんだけど、はい、うん、これはですからあのそれがいい悪いっていうふうに言うと、結果的にこの自民党が今回政権交代、うん、政権の座を失ったっていうのはやはり有権者も気づいたということだと思うんですよ。だからあの結果としては良かったというふうに思います、はい、うん、質問ありますか。はい、視聴者からの声もしくは質問があればスタジオからの声もお願いします。はい、いっぱい来てます。もうあの皆さん政治に関して言いたいことがもういっぱいあるまずは、子ども手当はすごいいっぱい声をいただいてまして。あ、そうでしょうね。はい、子ども手当やめてほしいと秋さんからいただいたりですとか、うん、子ども手当のお金は貯金してます、うん、いつしかそのお金を子どもたちが返済金にするときのために、うん、意味のないお金を支給するより現在の子どもたちや年配者に過ごしやすい世の中のシステムを作ることに使ってもらいたい、稲葉さんからいただいたり、あとは国会議員に、その子ども手当について少し議論したいんだけど、うん、はいはい、そうですね、その方はおいくつかは、おいくつの方かは分かんないんですね。みな全業の皆川さんといくつぐらいですか。まあ僕と同い年だから47歳かな。なるほど、分かりました。いや、まああまりあのプライバシーなところはいいんですけど、うん、僕はねこの子ども手当は僕いいと思います。うん、あので今貯金に回してるっていう人が いましたけど、僕はそれだっていいと思います。あのですね、うん、日本のこれまではね、あの政治はね、うん、子供っていうのは一家の夫婦のかすがい止まりだったんですよ、うん、という言葉技があるでしょ、かすがい、夫婦のかすがい、うん、で子供を育てるのは夫婦で育てていくものであって、うん、で国家はそこで別に、面倒は見ないと、うん、
でこれは日本の自民党が長く続く自民党政権時代の持ち家政策と同じようなもんで、うん、男一人家一軒持てないで男かというようなもので、うんうん、公共住宅なんてあら一人前の男が住むものではない、うん、ちゃんとした男は一人で家を持てと持ち家政策というのを進めました、うん、という具合にもちろんこの家と子供ってのは全然違いますが、子供はですねもう風のかすがいであることはもう間違いなくんだけど、これだけ人口減少社会になっていきますと、うん、子供を夫婦だけに委ねるんではなくて、うん、もう国全体社会全体で育てていくっていうふうにしないと、うん、若いご夫婦が子供を本当に産まない時代になった、それあ作らない時代になったと、それは、ね、やっぱり将来不安や、うん、その他いろんな要因があるようですけど、やはりそこは子供をもし、授かったらもう国挙げてっていうとなんか変だけど、社会みんなで見守って育てますよと、そういうシステムを作りますよというにすればね、もっと子供の数が増えるんではなかろうかと思うんです。今日のあの、私がいただいたテーマに日本は今後どうあるべきかという、将来はどうすればいいんだというようなことが後ほど語られるのかもしれませんが、やはり子供をもっと増やさないと、人口を増やさないとこの日本社会はどんどん衰退していくと思うんですよ。ですから子供手当というもので、子供を、産みやすい状況を、例えばお産のお金もそれに使えるわけだし、それから、ね、教育費にも充てるわけだし、いろんな意味で僕はいいんではないかと思うんです。じゃあそうすると自民党は今まで何もしなかったわけではないんです、うん、あれは子ども手当、児童手当、児童手当、はい、児童手当っていう制度を持ってました、はい、で民主党のこの子ども手当か、うん、と民主党の自民党のあれ違いはね、要するに直接親御さんに払うか、うん、迂回して払うかの違いなんですよ、はい、うん、そうですね、とね、直接あの親御さんの手元に現金が行くと、うん、それは直接例えば今は1万3000円でしたっけ、はい、直接親御さんに行くわけですよ、うん、ところがね自民党時代に作ったシステムっていうのは、うん、必ずそれがね、うん、あの例えば子ども教育なんとか財団とかね、はい、そういうところを経由していくんですよ、うん、と そこでね僕に言わせるとね間引かれていくの、例えば財団には厚生省やね労働省やね文部省の天下りの役人がいてね、理事長さんとか理事やってる、その給料出さなくちゃいけないから、うん、親御さんと行くときはね、霞ヶ関っていうか永田町を出るときは1万3000円だったものがね、親御さんの手には6000円ぐらいしか届かないっていうようなケースもあったんですよ、うん、それはまずいと、天下り先に間引かれていって抜かれていって親御さんに行くのはね、減るようじゃまずい、直接は差し上げると、親御さんはそこで自由に使えるというシステムなんですよ。これはね、実はヨーロッパ、フランスなんかで採用されている方法で、現にフランスでは子供が増えてますよ。僕はあの社会でみんなで子供を育てるっていうシステムにはなきゃダメって言い張ってた人間の一人で、岡田克也さんにも個人的に言ったことがあるんですけど、ね、うん、なるほどね、僕はいい制度と思うんですけどね。ですからあの貯金してる人もがいるでしょうけど、それは先ほど見ましたようにいいんじゃないですか、貯金しておいて、でもいずれ何かに使うわけですから、うん、あのそれからあの、ただし民主党のやり方、今回 あの子ども手当の関連でいうと、うん、いやとは言ったって保育園も幼稚園も少ないじゃないかと、うん、特に保育園少ないじゃないかという指摘があって、はい、ありますね、菅さん慌てて保育園に今回お金を回すということを言いましたけど、それはやっぱりセットとして、さ あの子供が生まれた後じゃあ保育や小さな時どうするんだっていう手当もしっかりこれから面倒の国家として手当していかないと、さあお金を渡すからさあ目を増やせっていうにはならんだろうと思う。そこはあの、これから子供たちがまず生まれる、そして育つ家庭の手当を十分システムにあのお金をかけていくべきだと。そうすると日本も絶対、ヨーロッパの国々で見られるように子供は増えると思うかも。そうすると、今人口がどん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 減ってて、
もう過疎化が進む一方、さらにはもう今1億2000万が数年後、50年後には7000万人ぐらいになるんでしょ、うん、その時代はちょっと考えるとちょっと恐ろしくなってきますんで、うん、子供を増やして元気の、子供の元気な声が響き渡るような日本にまずしていくことが大事だと、その意味では子供手当は僕はいい方向だと思うんです。うん、その話の最中にもどん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 またご意見いただいて今日は本当にすごいコメントなんですが、賛成と反対と、うん、でしょうね、いっぱいあるでしょうね、でまず賛成の方の、今や子供は社会資本の基礎になっています、人口減少にどう備えるかと浅川義治さんからもコメントいただいて、あとこれは反対意見かな、久喜お茶さんからは、社会で育てれば子供は増えるとよく言われるが、どんな根拠で言っているんだろう、親と子のつながりが国家とのつながりになることで荒廃していくと思うけどなと。なるほど、はい、あとはあの渡るさんから、子供手当が外国に住む外国人の子供に払われていることは問題ないんでしょうか。なるほど、うん、と最後一項は、地域や国で子供を育てるという意見は大賛成です、うんうん、福祉は国でしつけは地域で行うような形ができるといいですね。なるほど、はい、はい、そうですね、国が挙げて面倒を見るっていう僕言い方ちょっとしたかもしれないけど、こうすると確かに国家が子供をね、まあそうですね、まあ表現の問題ですけどね、なんか未来社会みたいでちょっと嫌ですね。確かに社会全体、地域全体で、こう育てるというのは表現の方が正しいですね。そうですね、はい、そこは要注意ですね。まあ一点言わせていただくと、僕はこれやっぱりお金の使い方の問題として、うん、そこは僕ね、加納さんと意見一緒なんですけど、はい、子どもたちに実は、はい、予算って多く割り振られてこなかったですよ、うん、そうですね、うん、それは親がやりなさいということで、やはりこれ高齢者の方に比重が非常にかかってて、そうですね、でまあ自民党時代ですけど、少子化担当大臣なんて置いて、うん、ねやってましたね、うん、あの時にそれとの比較で言ったらものすごい高齢者福祉 に、うん、にあのお金が使われてて、子どもたちにはこれぐらいしか使われてないんです、うん、ここは僕はあると思うんです、そうですね、ただ僕は直接給付には、うん、直接給付で現金をばらまくというやり方は、うん、これは意見が違うところで僕はいいと思うんですが、僕は、うん、反対ですね、そうであるならば明確に、保育所を増やすとか、うんうん、そこの責任問題はありますけども、うんうん、そういう使い方、うん、であるべきで、うん、だっていろんな親もいますよ、うん、そうですね、うん、その中でね、現金を、うん、所得制限もなしに、うん、全員配っていくというのは、うん、ここは僕はやっぱ保守政治家なのかもしれないですけど、うん、そこはねやっぱ慎重に考えていくべきだったんだろうなって僕は思ってます。そこは意見はの、はい、またこのまま置いといて、はい、僕はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、お願いします。あの3回目の登場にあったシノボーイズの話がございますけれども、はい、ちょっと今までその子供の手当の話からちょっとそれてしまって話全然いいよ、うん、最初その自民党が60年間で腐敗していたという話があって、今その加納さんがおっしゃっていたのは民主党に代わって今日本の民主主義の中では、まあ、いい状態があると。でもこの、まあ、私若者の目で見ますと、今の民主党 の、 その体制だとか政府、まあ、民主党の政治家の方々を見ていると、何かこうもう今変わ政権が変わったばっかりなのに、なんかこう古い政治のなんかいかにもこう、まあ、小沢さんも今いろいろ問題がありますし、あと仙石さんもそうです、そういった人を見ていても、あるいはその政治のやり方を見ていても、なんかこう昔の古臭い政治をそのままやっているというのは、これこう変わったばっかりなのになんでこうなってしまっているのかというところがあるので、そこのについてもちょっと意見をしたいんですけど、なるほど、はい、先ほどいいですか、はい、どうぞ。このその点について触れなかったのは、また後ほどそこに、うん、行くだろうなと思って実は残しておいた、はい、その質問にお答えする前に、先ほど子ども手当の関連で、うん、日本に来ている外国人の子ども、その外国人がその本国に残してきている子どもにも、お金を渡すというのはけしからんではないかという意見がありましたが、うん、僕はその通りだと思います、うん、それはやめた方がいい、うん、で今度からそれ全部やめることにしたんですね。そうですね、制度改正、これはね、
いかになんでも申告すればね、うんうん、私は本国に15人子供を残してきました。払ってないですけど何十人かって言いましたよね。養子縁組で、うん、40人かな。そういうことが起きますからね、それはやめた方がいいですよ、うん、なんでそんなつまらんことやっちゃったのかなと思うんですけど、うん、はい、子供手当に関してはもちろん賛成論反対論いろいろあるかと思うんですが、それはまたもしお答えする機会があればとして今の質問に、うん、お答えします。確かにですね、この民主党に残っている古さというのは小沢さんの政治手法に由来するところは大きいと思います。小沢さんという人はですね、あなた方8分の1理論って知ってるかな。あのね、格差のやったやつ、そう、はいはい、要するにね、政治はね力だと、うん、数は力だ、数を正解で数を持つには力が必要、うん、その力にはその、そのためには派閥を大きくすると、うん、力を持つで派閥を大きくするには金が必要になると、うん、で政治献金をいっぱい集めて、うん、で、国会の中で主導権を常に得ようとすれば全国会議員の8分の1を抑え以上を抑えれば、うん、永田町を支配できるっていう理論があるんですよ、うん、時間があればまたお話しますけど、うん、どうもその小沢さんのやり方はいまだにそういう角さんから習った田中角栄さんから習ったそういうものがいまだにあるように思います。で、今小沢さんが問題になっている政治資金の問題はこれはいかにも角栄流ですね、うん、つまり政治資金を集める、でそれを不動産に回す、うん、そして、場合によってはその秘書のための住宅を作る、うん、そのお金は一体どこから出てきたのかはなかなか説明しない、うん、自分の、貯金だったと言ってみたり、いや政治資金だったと言ってみたり、なんだか、うん、いうことが日によって違う、変わってますよね。そう、それから、うん、もっと深刻な問題が実は あるんだけど、うん、新政党っていう政党を作った時に、はいはい、政党助成金を小沢さんはたちはもらったんだけど、うん、それを使い残した金があった4億円ぐらい、うんうん、それをそのままずっと小沢さんの関連の政治団体にずっと移して、この前、の時にそうですね、あのお金を使ったんですね、500万円ずつ配ったやつ、自分 の小沢チルドレンになりそうな人たちに500万円ずつ配ったんですよ、うん、これは本来、税金ですから、政党助成金というのは我々一人の国民が毎年250円、コーヒー1杯分ってよく言われたもんだけど、コーヒー1杯分を払って各政党に比例配分してるわけですよ、うん、そのうちの一部をそのまま政党、新政という政党がもうなくなったのに、本来それは国庫に返納すべきなのに、うん、それはしないでそのままずっと持ってて、で自分の都合のいい時にこう配ったと、うん、これは明らかに田中角栄手法なんですよ、うん、だから今回ですね、小沢さんが、うん、結果的に検察審査会の2度にわたる、起訴相当処分で強制起訴の扱いになったのは僕はやむを得ないことだし、しょうがないことだと思います。僕は検察審査会は必ず2回とも起訴相当出すよと僕は言ってたんですけど、うん、まさにその通りになりましたし、それから今回政治倫理審査会っていうものが衆議院と参議院にあるんですけれども、これに出ることが今揉めてるわけですけど、うん、これは小沢さんは出るべきです、はい、出てまず説明すべきです、うん、で彼はいや年明けとともにそのもう強制起訴されて刑事被告になるから舞台は司法の場に移ると、うん、だから今更国会に出て行って喋ることもないと、うん、かえって司法への介入になるというようなことを言ってますけれども、僕はそうではないと、政治家には2つの責任があるんです常に、うん、1つは、そういうふうに何か問題を起こした時には刑事的な責任追及を受けるでしょう、うん、汚職だ、あるいはその斡旋利得だ、ね、贈収賄事件ならそれに処分を受けます、刑事的な処分を受けます。でその前にやっぱり政治的、うん、道義的責任というのは常につきまとうんです、うん、政治家というのは、それだけ重い権力を身につけて、で法律を作り法律を執行する秘書っつって役人に言う人たちですから、
その道義的政治的責任というものをついてやはり国民にちゃんと説明すべきなんです。それが前その第一歩が政治倫理審査会という場なんですね。で実はですねこの政治倫理審査会というのはですね誰が作ったと思います？小沢一郎さんが作ったんです。これ、うん、これはね古くなりますがねロッキード事件が起きて田中角栄さんという総理大臣が逮捕されますね。でその時に国会で政治的道義的責任を追及する場が必要だと。で、まあ、その一つの方法として議員証言法に基づく証人喚問というのがありますが、あれはなかなか強力な喚問というのは強力なもんでしてね、そこで当時議会運営委員長だった小沢一郎さんがアイデアを出したのがこの政治倫理審査会なんですよ。生みの親だって言われて、ええ、うん、でこの政治倫理審査会はね議員証言法に基づく証人喚問と違って要するに嘘を言っても罰せられることがないんです。あるいは非公開であるということとかですね、それから出たくないって言えば出なくて済むとかね、でとっても緩いものなんですよ。野党はもう証人喚問、うん、緩いもんだって小沢一郎さんが作ったんだもん。それは田中角栄さんを守るために作ったようなもんだというやかです。で僕はこの政治倫理審査会っていうのはねマネーロンダリングって言葉あるでしょ、はい、汚い金をきれいにするっていう意味ですけど、うん、資金洗浄ってやつ、資金洗浄、はい、僕はこの政治倫理審査会はね疑惑のロンダリング機関だと言ってるんですよ、うんうん、それほど、あってもなくてもいいようなものですよ僕にすると、うんうん、そういうと衆参両院の先生方怒るかもしれないけど現にそうなんだもの、うん、そういう弱い調査機関にも出ないっていうのは僕はおかしいと思う。小沢さんは、うん、それは出るべきです、うん、で出た結果国民が納得すれば、うん、野党つまり自民党や公明党がいややっぱり議員証言に基づく証人喚問にやっぱり出るべきだと言ったと言っても、うん、野党国民があの説明で納得できたと、そして、完全に納得できなかったけれどもまあでもまあまあ分かったと。で第一来年の1月ぐらいには小沢さんは強制起訴されて、うんうん、裁判制度使用手続き始まるわけですか。今度はじゃあもう裁判の方でちゃんと証明してもらおうと。裁判というのは公開ですからね、嘘つきは偽証罪問われますしね、うん、だからということになればね小沢さんは何ていうのかしら国民に対するまさに、アカウンタビリティを果たしたってことになるわけですよ、うん、今はそれをやらないからあなたおっしゃる通りなんか民主党は古いな自民党と同じようなことをやってんなっていうことに僕はになるんだろうと思うんです、うん、はい、ありがとうございます。はい、コメントの方をいただきます、はい、小沢さんのお話ですね、はい、秋さんからは小沢さんは講師を私費うまく移すノウハウを持っているだけな気がする、政治家ではないねという、何を移すうまく、公費を私費へうまく移すノウハウだけを持っていて政治家ではないというコメントをいただきました、うんうんうん、あとは、日本の悪い部分を取り除くには自民党を取り除くべきと民主党が言い政権交代をした、その民主党が無能なため政権運営できなくなると悪い部分である小沢を取り除けばよくなるというこの引き算はどこまで続くんでしょうか、うん、という声をいただいてます、うんうんうん、あとは、小沢さん出る出ないなんてことを論議するよりもっとやらなければならないことが山積みな日本を今後誰がリーダーシップを取って引っ張るのか自民党にこそ出てもらいたいという声もいただいています、うんうん、そうでしょうね、はい、まず小沢さんがその私費を公費に公費を私費にするのがうまいですねっていう、なかなか鋭い指摘ですね皆さん知ってますかね、もう一人の小沢さんが支持した政治家に金丸信さんという山梨県の先日の国会議員がおりました、はいはい、この方は自民党の幹事長になり大変な権力者となるわけですが、最終的に家の地下に金庫があってそこに金塊を隠し持っててですね、金の延べ棒を隠し持ってて、逮捕されていくわけでありますが、その時に金丸信さんは言い訳として我々の前でこのいろんなお金を貯め込んではいるけれどもこれは自分のために貯めたんではないと、
これはいずれ起きるであろう政界再編のための準備金としてたまたま置いてるだけだと言ったんです、そう言う、ところが金丸さんはそのものには使わなかったんだけど、この場合ですね、2年前かな、あの小沢さんが東京都内も含めて十何箇所の、マンション不動産を持ってると、はい、あれが、総額で10億円ぐらいになりましたかな、と、ね、はい、いう問題が起きました、これもそのお金はどこから出てきたのか明快ではないんですけれども、まあ多分集めた政治資金が流用され、それに使われたことでしょう。でこの時に金丸さんの言葉と同じようなことを小沢一郎さん言うんですよ、彼は日米間の青年交流や日中間の青年交流などのために使うつもりでこれを金を貯めてると。だけどお金で置いとくとあまり金利もつかないから不動産にして、でまあその方がこうなんていうか残る、お金が残ると、こういう言い方をしました。しかしね、これは金丸さんの言い方と同じだなと思って、僕はあるコラ新聞のコラムに金丸さんのデジャブだって書いたんですけど、言い方が同じなだったもんですからね。だからもし本当にそうであればね、あの小沢さんはその10億円の不動産も売っちゃって、そしてそれこそ日米青年交流基金とかですな、日中友好を進めるなんとか財団とかいうのを作ってですね、でそこに置けばいいんですよ、そこに財団や基金のまさに元金にすればいいんですよ、そして有効に使うべきですよ。そうすれば、小沢さんはお金は集めるのはうまいけどやっぱり使い方もうまいやと、立派なものだと、こういうことになるんだろうと思うんですけどね、そこはどうも小沢さんは私のとはどうも考え方が違うようで、まあ、ですけど普通あの政治資金って無税でしょ、はい、無税で集めてますから、はい、それで不動産を買うという発想はあんまり持たないですけどね、で不動産ってやっぱ個人名で持つようになっちゃうんで、これはやっぱりあんまりそういう発想持たないと思うんですけどね、それね、僕はそうですけど、じゃあ勝手の自民党の大物政治家たちはどうだったのかってこうつらつら考えてみると、当選したっちの頃は議員会宿舎に寝泊まりしてるけど、だん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 当選回数が増えていくと、ちょっとしたこじゃれたマンションに変わり、でさらにポストが上がると田園調布とかあっちの方に一軒家をポーンと構えたり、これって一回どこからお金出るのかなって、ある親しい国会議員にこのお金どうしたんですかって言ったら、いや親父の遺産だっていうのは答えが大体返ってくるんですけど、まあ親父の遺産がありゃそうかなと思うんですけど、さてそれはそれだけの話、ね、この年末特番本当にね語り尽くしたらまだまだ時間が足りないと思うんですけれども、もう時間11時30分の時間になりました、スタッフ終電の時間になるんですけれども、すみません、では最後に一言だけ伺いたかったんですけれども、ここでもうお時間、日本が今後どのようになっていくべきか、一言って難しいですけど、難しいですね、まあ子供の、すみません私はここで失礼します、そうなんですか、はい、すみません、ありがとうございました、ご苦労様でした、すみません、先ほど、子供の問題が出ましたけれども、僕はやっぱり人口を増えることにもっと日本は力を入れた方がいいというのはもう繰り返しませんけど、それからやっぱりもっと大事なのは、今は中負担で中福祉ぐらいの国家ですね日本は、これをね思い切って高負担高福祉、スウェーデン型ですね、にしないともうダメではないかと思うんですね。ただしこれには大変な国民に対する説得が必要だし、特に高負担となると、ものすごい抵抗が、消費税 25% で、それをどうするのかな、いきなり高負担というと抵抗があるでしょうから、どういう表現すればいいか、今の中よりもちょっと大きめの負担、そうですね、それから一方高福祉、
というものが実現できれば一番理想だと思うんですけど、そういう社会に変えていかないと、もうどんどん日本は縮んでいくだろうというふうに思いますけどね。いや本当に今日はどうも、はい、大先輩からいろいろとご質問いただき本当にありがとうございます。とんでもありません。またですね、はい、ぜひ第2弾ということでまた、はい、お時間を取りいただいて、はい、ぜひ分かりました、出演してどうすんだ、はい、出演をしていただければ、大変ありがたいと思ってます。よろしいでしょうか。はい、はい、結構です、はい、また本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたしました。延長バージョンでやってきました。本当にどうもありがとうございます。はい、今年17回やらせていただきまして、また来年もやらせていただきますが、皆さんにとっては、良いお年になるようにということもお願いをして、今年は放映これでですね、はい、11月の12日でしょう、ごめんなさい、1月の12日水曜日に、また来年再開をさせていただきます。星野テレビ、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。